そろそろステージ進めていきます。はい、ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。さあ、ということで今回もこちらのゲームの方ですね、遊んでいこうかなと思います。もうなんだかんだでパート5になります。割とハマっておりますけれども、まあとりあえず今回もやっていこうかなと思います。で、今回ですね、やっていく内容に関しては、最近ねガチャ続きになってきたんで、そろそろ今回はステージの方ですね進めていこうかなと思います。まだね2の3で止まっていますので、まあとりあえずどこまでいけるかわかりませんけれども、まあ頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ということで早速やってまいりますか。で、このステージに関してもね、現在2の3なんだけど、このね6かかってあるのがあと10個あるんだよ。ってことはまだまだ先だからね。いや、今回どこまでいけるかわかりませんけれども、まあいけるところまで頑張っていきますか。で、コインとかね石に関してはですね、まあ広告見まくったおかげでだいぶ増えましたので、まあこれでキャラ育成とかできるんじゃないのかなと思いますので、まあとりあえずね、まあ制覇目指して頑張っていこうかなと思います。はい、じゃあもうまず強化からさせていきますかね、せっかくだからね。めちゃくちゃ溜まったよ。もう15万だからね。すごいね。いや、俺の年収ぐらいだよ。いや、やかましい。よし、じゃあとりあえずやっていきましょう。どうしようかな。編成はこれでいいのかな。そろそろ違うキャラクター入れてやってみましょうかね。じゃあこの一番右のこのムカつくやつ、ちょっと別のキャラクターにするか。じゃあこのドラゴンモドキ突っ込みましょうか。これなんかさ、星3つ何なんだろうね。なんか超激レアっぽいような見た目しておりますけれども。じゃあこれとりあえず編成に入れましょうか。ここに入れて。よし、オッケー。で、バーベルが、なんかリアリティ2だから、この辺3のやつ突っ込むか。もう今回はもうリアリティガチガチで突っ込んでいくよ。あとは何がいいかな。他、あ、このクジラでいいか。クジラ突っ込みましょう。オッケー。これでいいんじゃない？よし、OK! これでかなり豪華な編成になったんじゃないのかなと思うんで、あとは育成ですね。育成の方させましょう。はい。じゃあまずはこの巨人でございます。はい。とりあえず生きるところまでレベル上げていきましょう。来たよ、これ。広告見なくちゃいけないのか、これ。一旦いいや。一旦パスにしましょう。広告系は、後回ししましょう。はい。じゃあ次、クジラでございます。クジラも上げときまして、なるほどね。2レベル上げると広告なのか。これはめんどくさいな。もう、あ、これはいける、これはいける。あー、なりましたね。はい。あ、そうだ、広告で思い出したんだけどさ、なんだっけ、ログインボーナスみたいなやつです。広告見るとさ、なんか使えるみたいな。あれ、そういえば最終日だった気がするんだよね。これ。結局まだね、広告見てないからこれ受け取ってないけど、持ってんだよな、こいつ。持ってんだけど。まあ、いっか。とりあえず、一旦飛ばしましょう。まあ、中盤ら辺でちょっと広告見てですね。まあ、育成させたりするんで、そのタイミングでやっていこうかなと思います。さあ、じゃあ早速ステージの方やっていきますよ。首耳。さあ、暗くなりましたけれども、どうだろう、敵はどうなんでしょうね。今んところはそんなにきつくないんだけど、いや、まずじゃあドラゴン行くか。はい、ドラゴン出して、いけるか、これで。これでいけるか。いけ。おー、いいね。一発でいけてる。よし。この調子に、じゃあ次何出そうかな。じゃあクジラ行きましょうか。40だからね。この辺さ、全然なんかたまらないんだよね。これもあれなんかな、レベル上げる場所あるのかな。その辺もちょっと確認しとかなきゃね。あー、強いぞ、これ。この首ながら鳥。あー、倒せた。よし。お前、アウトなの来たぞ。来たぞ。あー、でも、強い。いいね。これ難なくいけそうだね。あ、いけましたね。よし。首耳は無事クリアでございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、とりあえずガンガン行きましょうか。じゃあ次、2の4でございます。何これ、なんて読むのこれ。9金さん。じゃあ参ります。はい。さあ、で、これ2のいくつまで行ったら次3行くんだっけ？その辺忘れちゃいましたが、かわいい。あ、いたな、こんな敵ね。じゃあ次はまたドラゴンでいいか。はい、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと、アップルジュースが口から出そうになったんだけど、危ない。もう、最近の方がよくゲップ出るんですよね。まあいいや。で、あ、でかいよね。でも倒せそうじゃない？どうしよう。じゃあ、ロボット行こう。よし、これ行く。猫ロボット出して、よし、オッケー。いや、そろそろなんかさ、新敵来てほしいなとは思うんだけどね。いや、このゲームのことだから絶対出てくるよ。まだ出てくるよ。また隠し玉がいっぱいあると思うんで、その辺ちょっと期待しながらやっていこうかと思います。そういえばさ、このさ、右上のさ、このまがまがしいやつ、これ何なんだろうね。これも後でそう、使いたいなと思ってたけど、忘れてたからね。その辺もやらなきゃね。まあ、まだまだこのゲームもね、知らないところがたくさんあるしね。もうそもそもね、ちょっと言語がちょっと俺わからないからね。その辺がちょっと本当に手当たりでやってる状態でございますけどもね。さあ、オッケー、行きました。行きましたね。あ、強いな、さすがだね。あ、ぬるげだよ、今のところ。全然余裕だよ。はい。じゃあ次、2の5でございます。じゃあそのまま行っちゃいます。はい。
さあどうだろう、今回で、ね、3まで行きたいところではありますけどもね。いやでも10ステージあるからまだまだ先だよね、制覇するまで。いやすげえ時間かかるけど、まあその辺はですね、また随時ですね、動画の方でやっていきますので、お楽しみにしていただければなと思います。多分制覇するまでは多分頑張ります。多分頑張ると思うんで。なんかさ、待って待って、勝手にさ、このさ、こっちのさ、城が攻撃してるんだけど、これいいですね。何もしなくてもね、今まではボタン押さないとね、にゃんこ砲をね、撃ってくれなかったけど、これは、このゲームに関しては勝手にやってくるんだよね。まあ、ありがたいでございますけど。よし。オッケー。今のところ全然余裕だな。なんか、そろそろ刺激欲しいね。なんか、あー、やっと倒れた、こっちが。強いぞ強いぞ、このカンカルモドキ。ちょっと強いね。あ、あとこれ、このウルトラマンモドキも行きましょうか。やっぱ、どのキャラ、あーはいはい。もう、どのキャラクターもちょっとね、騎士感で溢れておりますけれどもね。いやー、大丈夫かこれ、ほんとに。いや、今のところね、今のところ割と反響あるから、まあ続けておりますけどもね。まあ、まだまだ。いや、どうしようか。あと、そうだ、あとね、使ってないキャラクターもまだたくさんあるから、その辺もね。あー、終わった終わった終わった。はい、ということで、クリアでございます。はい、今のところ本当になんか何も盛り上がりねえけど大丈夫か。はい、てことではい、てことでございます。じゃあ一旦、そうですね、一旦またキャラクター画面に行きます。で、そうだ、使いたかったキャラクターがいるんだよ。そう、このさ、猫スライムもどき使ってみたかったんだよ。じゃあちょっと編成に入れますか、せっかくだからね。じゃあどうしようかな、どれと入れ替えるかな。で、このウルトラマンモンドキ入れ替えましょう。はい。で、こいつ育成させましょう。せっかくだからね、育成させて、OK。で、こうなるんだよね。まあ、解放するには多分広告見なくちゃいけないんじゃないのかなとは思うんで、じゃあこの辺ちょっと一旦ですね、広告見て、ちょっとまた育成の方していこうかなと思います。はい。はい。あれ？はい。ちょ、待って待って。待って。ちょ、待って。ボタン押しても広告流れないんだけど。ちょっと待って。大丈夫か？ちょっと、しかも BGM 消えたんだけど、大丈夫か。嘘でしょ。は、流れないんね。ダメなんだ。あ、でも待って。まあいいや。ダメじゃん、これ。広告見れないんですけど、しかも BGM 消えたし。ダメだった。じゃあ、ステージやってきまーす。いや、もう、なんなんだよ。せっかく、まあいいや、じゃあ、この猫スライムもどき出していきますか。はい、ということで。ちょっと待って、なんかさ、あれ、待って、このアイコンの色が違うんだが、もうこれ、ちょっと、嘘だろ。色が違う。あー、あっさり負けたな。マジか。いやー、なるほど。ちょっと強いかと期待したんだけど、そうでもなかったか。これに関しては、いや、マジか。なるほどね。まあこんな感じでございます。いや、色が違うよ。だったらさ、下のさ、このアイコン緑にしてくれよ。ちょっと、さすがにアウトでございますけど。待って、広告見れなかったんだけど。なんでなんだろう。あ、待って、強い。ちょっと待って。強い。待て。落ち着け。じゃあ次、この巨人出して。よし、危ない。で、その後に、またこのね、ドラゴンモドキを出していきたいところだわ。あ、なんか、こんなドラゴンいたっけ？待って、敵でこんな、なにこれ？これはなんか、オリジナル全開でございますけど、あれ、こんな敵いたっけ？あんま覚えてなかったけど。あ、HP すごいな。すごいあるんだけど。4桁あるけど、問題なさそうですね。で、4、どうして、じゃあ、クジラも出しちゃうか。うん。これ全然さ、ちょっとたまらないのよね、この骨がね。あ、いけたかな。よし、オッケー。これで大丈夫そうですね。うん。いや、なるほどね。ちょっと、レベル解放したかったんだけどな。次もう一回試してみるか。広告見れるかね。ちょっとね、レベル解放しないとそろそろやばいぞ。あ、なんだこれ。未だにこれ何？なんで広告見れないやろ。じゃあもう一回行くよ。はい。ダメだわー。やっぱダメだ。ダメだわー。じゃあもうこれは収録外でちょっとレベルね、解放していこうかなと思いますけどもね。マジかー。また BGM 消えたけど。じゃあいいやん。またステージやっていきますか。じゃあ2の7いきます。じゃあこのね、ちょっとスライムの方がなかなか使えなかったんで、ちょっとキャラ変えましょうか。はい、じゃあこれでやっていきまーす。じゃあお次。もう待って。もうステージ名がないんだけど、ちょっと待って。おい。なんだかわかんなくなっちゃったんだけど。まあいいや。じゃあいきます。はい。で、とりあえずどうしようか。次で多分スタミナ尽きてしまうので、まあ、次のステージで、この動画を終わりにしようかなとは思いますけれどもね。まあ、それまでに、そうですね、また、コインの回収だったりとか、あとは、そうですね、まあ、他にやることがあったらやっとこうかと思います。まあ、ステージに関してはですね、まあ、動画の方で進めたいなと思うんで、その辺はね、進めずに、ね、やっていくんでよろしくお願いします。はい。いやまあ、だいぶこの辺になってくると敵の方も強くなってきてるんじゃないのかなとは思いますけどもね。いや、スライム強いかと思ったけど、そうでもなかったな。
あ、じゃあこれ打ちますよ。はい。いけるか。そうでもねえんだよな。そんな強くないんだよな。なんか強いと期待したんだけどね。まあいいや。よし、今のところは大丈夫ですね。そしてなんかそろそろね、新たな敵が来てほしいところではありますけれども、まだ出てこなさそうでございますけどもね。ちょっと、そろそろなんか来てほしいなとは思うんだけどね。もう慣れたよ、この敵も。もう突っ込み慣れたから、もう違うの来てほしい。違うの。頼みますよ。頼みますよ。あー、出なさそうだね。なんだよ、もう、オッケー。はい、クリアでございます。はい。じゃあ、とりあえず今回の動画はこれで最後にしようかなと思います。2-8でございますね。じゃあ、参りまーす。さあ、どうだろう。これも果たしてクリアできるかわかりませんけれども、頑張って。わー、また来たよ。この巨大なカンガルーね。しかしながらでかいな。どうしよう。じゃあ、先手はいいや、強靭でいきましょう。これ、太刀打ちできるんじゃないですか。あー、意外と、あー、どっちだろう。いけいけいけ。あー、我慢比べだけど、こっちが勝ちそうだね。いけそうですね。いけるね。で、倒してもそういえばさ、お財布がさ、潤わないんだよね。そこがちょっと潤ってほしいんですけれどもね。で、あと、よし、オッケーオッケー。今のところは大丈夫そうでありますけど、またあれかな、同じようにですね。まあ、さすがあれだね。この最高リアリティなのかわかんないけど、このキャラたち強いですね。はい。いけ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 。よし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 。で、この城もなんかちょっと、なんかどっかで見たことあるんだよね。まあ、気のせいだとは思いますけども。さあ、いけ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 。このさ、このニャンコホウモドキのさ、育成、ちょっと最後に確認するか。これもなんだか気になるからね。あとさ、このさ、右、あー、巨人が、あー、ダメだ。ちょっと待って、これ集中しなかった戦いに、ちょっと強いな。強いな。待て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 。こいつ強いぞ。あー、いけたね。あー、びっくりした。もう、びっくりした。これで大丈夫じゃない？もう敵出てこないよね。出てこなくていいよ。あー、敵の攻撃、ちょっとじわじわ攻撃しておりますけど。まあ、大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。さすがに問題ないでしょ。あー、いけるね。いけるね。いけるね。よし、オッケー。大丈夫そうですね。なんだか無事クリアでございます。これ BGM よ。バキャーンみたいなね。はい、終了でございます。はい、ということで、今回もまたまたこちらのゲームの方ですね、やってみました。ちょっと広告が流れなかったんで、育成の方がですね、まあ十分にできなかったんですけれども、まあまた次回ですね、また気合い入れてやっていこうかと思います。そうだ、この基地見てみるか。これそうだ、これまあレベル上げとくか。これ上げるとだいぶ変わるんじゃない？おー、上がりました。はい。じゃあまだ上げますよ。はい。これどれ、最高何レベルなんだろうね。10レベルまでいけるのかな。おー、まだまだいける。いくよ。はい、まだまだ。あー、来たー。で、これ広告見ないとダメなんだけど、広告見れないんだよ、俺なぜか知らないけど。なんでなんだろうね。あとこれは？あー、これは何なんだろう。これあれか。レベル、あ、これで選択できるんだね。なるほどね。これ何なんだろう。これ HP 回復的な感じかな。で、これ何なんだろうね。意味がわからないけど。じゃあ次回これ使ってみるか。じゃあこの辺ちょっとレベル上げてですね。OK。じゃあそんな感じで、やっていこうかと思いますので、次回も楽しみにしていただければなと思います。ということでまた次回でお会いしましょう。またねー。